さて。よし。同性のクジラはもういない。邪魔はなくなったな。お前の力に含まれた成分も、やっと嗅ぎ分けられるようになったぞ。この星の最初の古竜の剣能。そこに、神の呪いにも似たものが加わっている。とても新鮮だ。ふむ。一体何だったか、記憶にはあるはずなんだが。何を言っているか、全く理解できないのだが。ああ、思い出した。なんだ。答えは簡単なことやもしれん。さてはお前、第三降臨者の遺骨を持っているな。遺骨？そんなもの聞いたこともないが。ふむ。お前たちのよく使う言葉で言うなら、確か、神の心と言ったか。確かに、ホカロルスの神格が消え去った後、神の心は私に預けられた。しかし、君が今言ったことについては、間違いなく初耳だ。私は幼い頃から師匠について武術を学び、地上に戻ったことがなくてな。触れる情報はほとんどが、極悪鬼によるものだった。だからかもしれん。もとより人類の上位にある存在だから、彼の常識も、当然人とは異なる。そのせいか、私たちと人類との交流には、いつも多くのズレが生じるんだ。そのことはともかく、不吉なものは、災いが起こる前に消した方がいい。人が生きることは、本来であれば祝福されるべきことだ。しかし死んでしまえば、本人とこの世の間にあった無数の関わりは、やがて呪いとなり果てる。何が言いたい？そう身構えないでくれ。ただ個人的な感想を言ったまでだ。これは、私が地上に戻りたくなかった理由でもあるがな。君の言う第三降臨者とは一体誰のことだ？またそれはいつ死んだのだ？師匠は私に何も教えてくれなかった。おそらく私にとって大して重要なことではなかったからだろう。だが興味があるというなら、今度師匠に聞いてこよう。今度また会えるのか？うむ。ああ、そういえば、私には弟子が一人いてな。何かあれば、あいつに伝えさせよう。